絵を描く。孤独な作業だ。Nous chantons le temps des cerises et guère rossignol et merle moqueur seront tous en fête. C'est une chose que nous avons un peu compris, mais... Mais c'est une chose qui est 日本のやっぱり宝だと思うんですよね、岡本太郎さんって。それをこの映像があるのに眠らしていくっていうのはちょっとうちとしては世間に対して失礼だと思いますしね。人に好かれないこと、理解されないことということは自分自身が好きでない、自分自身も理解できないというようなほど、こう普通の基準とはまるで違ったものを作ることに情熱を感じるわけですよ。つまり芸術というものは理解を超えた上に逆に人に迫ってくるものを持っているのが芸術であると。この絵はね、終戦直後の、まあ、僕の作品だけれども、いかに人間は機械に振り回されているか、社会システムも全部そうだし、人間がぐるぐる回ってると同時に、機械に回されてると同時に、ここにネギがブーッと出てる、全くナンセンスだ。そういうこのアイロニカルに、このこちんこちんのイデオロギーじゃなく、アイロニーってものがむしろ人間を、人間の状況を救うもんだと。スズメたちがうるさく朝を告げると、なぜか一本の腕が伸びてカーテンを開ける。すると朝日が差し込むのである。ああ、日が差している。今日もまた目を覚ました。芸術が始まる。生きていることの確認、この新鮮な感動こそが芸術だと。岡本太郎の一日が始まる。私がスキーで足を折りまして、うん、初め慶応病院に入院してたら、隣人にとして岡本先生が足を折られてきた時ですね。自分骨を折ったよ。女性との出会いとかですね、別れとかってないですかね。そりゃしょっちゅうあった。あのね、パリではね、もうかなりの数の女性と同棲したことがあるんでね、うん、平気でこう混じり合って、うん、そして平気で別れて、また平気で、それがその大勢女性がいるんだから、世界中の女性はみんな俺の恋人であり、何であり、お母さんであり、娘であっていいんでね、うん、人間同士というのはね、見ると同時に見られる巨大な人間像で、それを見た時にこう人間同士がぶつかるような感じ。つまり人間同士がぶつかるってことは自分自身にぶつかるような精神状況が。博覧会、特に日本でやる時にはね、間違いないような優等生の答案みたいな感じので、ええ、着火したものはできる、みんなかっちりして、まあ、うまくできるかもしれないけれども、それでは本当の祭りの魅力はないと、ええ、もうなんでこんなもの作ったのかというような無条件なね、無償の行為をすることが僕は祭りの本質だと思う、うん、だからね、僕は、とにかく日本人に一番欠けてるものは、みんな几帳面だけども、無邪気さとべらぼうさっていうのはないから、巨大なべらぼうなものを、無邪気なものを作ってやると。僕はいつも日本の近代主義に腹が立っている。もう学問も道徳も美学もあらゆる基準が欧米のモダニズムにペコペコ頭を下げている。万博も進歩主義一辺倒、冷たい機械の競争場になってしちゃうんじゃないかと、そんな感じがしたんで、だからこそ僕はそのど真ん中にドカーンと、全くそれとは正反対のものを、あっというようなものをぶつけたわけですよ。面白いなと。
やっぱり裕次郎さんがお願いしてる分はやっぱり踏み込んでくれたんじゃないですか。普通はあそこまでね、朝起きるとこからじゃあ起きて朝飯食うとこからまでね、なかなか芸術家の人が受けてくれないようなあれじゃないですよね、映像じゃないですよね。太郎さんのうちでいっぱいモニュメントあるわけですよ。ちっちゃいこうあの手の形した椅子とかなんか、これ先生これ1個くれますって言ったらダメって言われて気さくに話してくれますしね。当時はだってここで世に出そうっていうあれはなかったよね。そう、映像にして残しておこう、ね、映像にして、うん、あのこういう人たちを残しておこうっていうあれで始まったんですよね、確か、うん、これはね、そんなにいっぱい揃わなかったんだろうな。ここに、ね、名前書いてある方、この人たちを全部ひっくるめて日本人の美術っていうタイトルになったと思うんですけどね、うん、小学校 1,2 年の時までは平気で絵を描く、下手な絵だから素晴らしい。ところがもう3年4年ぐらいになると、あ、自分は絵が下手だから絵を描くのが恥ずかしいからやめるとか、あ、足が呪いとか、あ、手先が不器用だとか、声が悪いってようなことで自分を低く評価しないで、声が悪ければなお素晴らしい、平気でもってあの自分を開いていくっていう、そういういつも新鮮な気持ちを持っていると、朝起きて空が青い、ああ空が青いと平気で思えるわけ。瞬間瞬間に生まれて初めてのような感動を持つという、そういうことによってなんかみんなが、ああ生きてよかったと、辛いこともある、辛いことまた素晴らしいっていう、そういう気持ちになるわけ。